はい、それではニット編に参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、ブリッダー武藤さんの方でも、ニットを多数打ち出したと思うんですが、はい、どのようなものを今回はご用意していただけましたでしょうか。ブリッダーのニットの場合、僕が考えるニットっていうのはなんていうのかな、もうそれを1枚着るだけで様になっちゃうようなもの、そういうのが非常に良くて、やはりブリッダーの、洋服好きなお客様って結構おしゃれなんだけど、あんまりこういろいろコーディネートするっていうよりは普通にパンツ履いてニット着たりジャケット着たりして、それだけで完結したりするコーディネートっていうのを非常に好む方が多いんで、ニットも同じようにやはりそのニットを着るだけで様になっちゃうようなもの、なるほど、そういうのを今回ピックアップしてます、はい、じゃあ説明しますね。はい、お願いします。まずこれ新しい新規のブランドなんですけど、フィリッポ・ディ・ローレンティスというブランドで、イタリアのいわゆる中部にあるニットのブランドなんですけど、こういうショールカラーのニットで、ショールカラーのニットって比較的ここが浮いちゃうじゃない。ああ、浮きますね。そこを非常に注意深く何回も何回も直して、ここの工場はそんなに大きいところではないんで、そういう小回りが効くニットの工場って、ニットのサンプルって実際実は非常に手間がかかって、一着作るのも本当は非常に大変な作業っていうのはあると思うんだけど、ここはそういうのを嫌がらずに何度もやってくれたんで、今回3回4回ぐらいかかったんだけど、比較的非常に綺麗なものができてます。この下に普通にクールのものを入れたり、普通にシャツ合わせてもらったりで、1枚で着て、それだけで完結するようなニットアイテム、ジャケットみたいな感覚ですよ ね。ジャケットみたいな感覚で着てもらえれば一番いいのかな、そういう感じの、ニットです。でこれも同じくフィリッポ・ディ・ローレンティスの、スタンドカラーで、ケーブルニットのケーブル仕立てになっているというもの、この辺なんかも非常にお客様からは毎回ご好評をいただくというか、こういうニットって多分西口君もたくさんいろんなところでピックアップしてると思うけど、大体売れるじゃない。そうですね、はい、だからここのブランドでも、こういうスタンドカラーにケーブルを施したものっていうのを今回展開してます。ブルゾン感覚みたいな感じですよね。そうだね、だからさっきのこれなんかもそうなんだけど、もうジャケット感覚だったりブルゾン感覚だったり、そういう感覚で一番上に羽織ってもらうっていう感じでいいんじゃないかなと思う、はい、そういうので、これも展開しています。それと、これが、グランサッスのニットですね。グランサッスのキャメルだったかな、ウールコットンです。ウールコットンの、色がキャメルカラーで、これなんかもタートルネックなんだけど、ハイゲージのタートルってやっぱりその上にもう一枚何か着なきゃならないって感じになっちゃうけど、こういうローゲージのタートルだとやっぱりこれも1枚着ただけで、全然これだけでも様になっちゃうし、これだけでなんかもうちょっと色っぽい雰囲気が出すことができると思うんで、そういう感じでこれなんかも非常に1枚で羽織るのに非常にいいかなと思って展開したニット、あとはこのケーブルの編み方がすごい特徴的な編み方だというところ、それが今回選んだ一つの点ですね、はい、グランサッソなんですけど、いろんなブランドそうだと思うんですけど、やっぱり今回ニットは多色展開っていうのが一つ多いですね。でこれなんかもこうマスタードカラーとかサックス、あとは定番カラーがあるんですけど、やっぱりこういう新しいカラーを2色ぐらい入ってるっていうのが非常に今回のコレクションでは特徴がある。ただクルーネックもそうだし、トップタートルも同じ色配色なんですけど、この2色っていうのはやっぱり新しいで、黒を合わせられるような感じの配色、もちろん
あのネイビーに合わせたり、あの白っぽいジャケットベージュっぽいジャケットなんかにも合わせたりしても非常にこの2色は使いやすいのかな。あの実際、まあ、最近、まあ、こういう白とかグレーとかブラックネイビーっていう色に慣れてる方だと、まあ、こういう新しい色が来るとちょっとあの難しいかなって思いがちなんですけど、ぜひ挑戦すると1回着るともう慣れちゃいます絶対に。だからぜひあのこの秋冬はこういうカラーニットに挑戦してもらいたいですね。はい、西口君の F の方では今回またいろんな別注があるんじゃないの、もしかして。そうですね今回も、たくさんご用意をしておりまして、まず、まあ、こちらですね。一応ルトロアに別注をした、フランスのルトロアに別注をしたボーダーのニットですね。まあ、この1対1の細ボーダーで、まあ、通常カットソーが、まあまあ、メジャーというか普通はカットソー天軸とかのものがあの普通によくあるものだと思うんですが、まあ、秋冬用にこういうニットとしてあのこういうものができないだろうかということで、まあ、できればハイゲージでこうカットソーっぽく着られるような、気軽に着られるようなものができないだろうかということで考えまして、でルトラに別注をしたものです。で、まあ、配色もこちらで指定をして、ピッチ柄の幅などもこちらで指定を した、別注商品です。で、こちらも同じく、ルトラに別注したものですね。なんか本当にこうこちらもそうですが、フレンチボーダーみたいなものがやっぱり今流れとしてはありますので、それをこちらでも表現しました。なので一応細ボーダー、まあ、本当にこうシンプルに合わせたい方には細ボーダーで、まあ、もうちょっとこうもうちょっと行きたい方には太ボーダーというところで、今回ご用意をしています。なのでまあカットソー感覚でこう着られるような冬のハイゲージニットで、無地以外のものでちょっと挑戦していただきたいなというところで、今回ご用意をしております。それ黒とベージュ？そうです、黒とベージュです。ただすごい大人っぽいね。そうですね、やっぱりカットソーにするよりもやっぱりこうウールにする方がちょっと大人っぽく見えますね。実際こう、まあ、光沢が出るというか、うん、まあ、本当によくできたなというふうに自画自賛しております。はい、すいません。いいと思いますで、こちらがバフィーですね。先シーズンから取り扱いのあるブランドに別注をしました。これは何が別注なのかというと、もともと多色使いのクレイジーケーブルだったんですけども、もう赤とか緑、黄色、青みたいな感じでこうブロックごと柄ごとで全部色が違ったものを、これ単色でやったらすごく大人っぽいんじゃないかというところで、今回やっております。なのでジャカード全てケーブルの柄違いなんですけども、それを本当にただソリッド無地一色で、やることによって、まあ、大人でも着られるちょっと変わったニットというところで、今回このようなものをご用意しました。無地なんで着やすいよね。そうですね、なので本当に無地のこうケーブルとか、まあ、もしくは普通のミドルゲージのニットとかにも着慣れていらっしゃる方だと、でも逆にこういうちょっと面白いものを着ていただいてもこの冬はいいのかなというふうに思っています。近づいてみたらあれこれ柄が変わってんなっていう感じだよね。そうですね、はい、こういうちょっと遊びのある感じ、まあ、メンズの洋服でどうしてもシンプルなものが多いので、まあ、こういうところに遊びを持たせるというのはちょっと、まあ、大人っぽくていいのかなというふうに思ってます。あと、まあ、あの武藤さんからも説明ありましたけども、こちらこのような色、これはジョンストンズ、あのカシミヤのストールとかマフラーで有名なジョンストンズがやっていたニットなんですけども、フォープライのカシミヤを使用した、ラグランスリーブのこう、ニットです。本当にこうもう目付けのあるカシミヤ、もうスコットランドのカシミヤらしいものがありましたので、これはぜひやりたいということで、今回オーダーをしています。で色もこういういわゆるこうイエローマスタードみたいな色からこうコバルトブルーとか鮮やかなブルー、まあ、黒とかには本当に合わせていただいてもいい、まあ、本当に色物ニットはこの冬
すごく注目している、ニットですので、各レベルでも相当出てくると思うんですが、もう本当にこう多分これ以上ないんじゃないかというぐらい色物のニットが出てくるシーズンですので、皆様こう買い足しにはすごくいいポイントかなと思っております。はい、取り入れやすいよね、こういう色だとね。そうですね、あのできるだけ多分ブルー系だ、茶系とかいわゆるグレーブラックとかにもう本当にベーシックカラーに合わせやすい色で中に着るだけで様になるようなものを用意してますので、うん、はい、ぜひお勧めしたいですね。はい、すごいしっかりしたカシミヤなんだねこれ。そうなんです、これすごいねこれ。もう生地に惚れてもう完全に、すごいね本当に。はい、なので、まあ、プライスもまだ69,000円、税抜きで69,000円、まあ、通常よく見ると本当10万円ぐらいしそうだなと思ったんですが、うん、まあ、ものすごく良かったので こちら、初めてですがジョンストンズのニットをこれだけですが、ポイントでオーダーしてい